ベニントンはアメリカ合衆国バーモント州ベニントン郡の町である。ベニントン郡に2つあるシャイアータウンの1つであり、もう1つはマンチェスターである。2010年国勢調査での人口は15,764人だった。人口ではバーモント州南部最大の町であり、州内でも3番目、都市を合わせると6番目になる。ベニントンには バーモント州で最も高い建造物である、ベニントンの戦い記念碑がある。1887年のベニントン・ベニントンは、ニューハンプシャー特許の最初のものとして1749年1月3日に、ベニング・ベントワース知事から認可され、その知事にちなんで名付けられた。その特許は、ウィリアム・ウィリアムズほか61名に与えられたもので、あり。 ほとんどがニューハンプシャー植民地ポーツマスの出身者だった。この町に最初に入植したのは1761年のマサチューセッツ湾植民地ハードウィックからの2家族と同じくアマーストからの2家族だった。彼らを率いたのはフレンチ・インディアン戦争からの帰り道でそこを流れる川の渓谷で宿営したことのあったサミュエル・ロビンソン大尉だった。この町は主に アメリカ独立戦争の時のベニントンの戦いがあった場所として知られている。1777年8月16日、ジョン・スターク将軍のニューハンプシャー民兵隊1500名が、ドイツ人のフリードリヒ・バウム中佐の指揮する、ドイツ人傭兵、地元のロイヤリスト、カナダ人とインディアン、合わせて800名の部隊を破った。 ハインリッヒ・ホンブライマン中佐式するドイツ兵の援軍が到着して逆転しようとしたが、イーサン・アレンが設立したバーモント民兵隊である、セスワーナー率いるグリーン・マウンテン・ボーイズが到着して、これを退けた。京町の中には3つの歴史地区がある。オールド・ベニントン、ダウンタウン・ベニントン及びノース・ベニントンである。これらの中で、オールド・ベニントンが当初の開拓地であり、 海州派協会分離主義者が、コネチカット植民地とマサチューセッツ湾植民地から到着した1761年からの歴史がある。1800年代初期にダウンタウン・ベニントンが発展を始め、1854年までに軍の人口は18,589人に達した。1891年、ベニントンの戦い記念碑が公開された。 この記念碑は高さ306フィートの石造りオベリスクであり、州内では最も高い建造物である。観光客の人気スポットになっている。ベニントンは天然資源や水力に恵まれていたので、製材業を主とする製造業の長い歴史がある。全国的には陶磁器、製鉄及び繊維の街としても認識されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は42.5平方マイル、この内陸地は42.4平方マイル、水面は0.1平方マイルで、水域率は0.14%である。ベニントンには、ワールームサック川とその支流が流れている。ベニントンの町には、アメリカ国道7号線、バーモント州道 7A 号線、道9号線、道 67A 号線及び、 道279号線が通っている。バーモント州道279号線は地元ではベニントンバイパスとも呼ばれ、その北側部分が2007年8月に建設され始めたスーパーに有料道路となっている。この部分は2012年に完成予定である。アメリカ国道7号線とのインターチェンジ中心にはバーモント観光センターも建設予定である。 グリーンマウンテンエクスプレスを運行するグリーンマウンテンコミュニティネットワークは民間の非営利組織でありベニントンの公共輸送システムを所有し運行している町内には3つの路線があり2線はウィークデイに1線は土曜日に運行され中間的交通としてのフレックスルートやリージョナルルートと呼ばれる通勤線もあるリージョナルルートは 軍内にも運行されており、大半がアメリカ国道7号線や歴史あるバーモント州道 7A 号線の回廊に沿って走っている。北はマンチェスター、南はウィリアムズタウンまでウィークデーの通勤時間帯に運行されている。ヤンキートレイルズはベニントンからニューヨーク州オールバニのグレーハウンドバス停まで地域バス路線を運行しており、途中にはニューヨーク州フージックホールズに 停留所がある。リバー通りとデポ通りの角にある、ベニントン駅から1日2便が出ている。第1便は、フージックホールズから出ており、次に朝遅い便と夕方の便が、ベニントンから出ていく。最近では、アムトラックスルーウェイの都市間、バス路線をベニントンに誘致する話もあった。しかし、いつ始まるか、また始まること自体も不明である。 ウィリアム・ H ・モース州立空港が公共に使われる州所有の空港であり、ベニントン中心街の西約3マイルに位置する。南西バーモント空港とも呼ばれ、アンソニー山の北斜面に近く、またベニントンの戦い記念碑にも近い。この空港を基地としてエアナウ航空が貨物便の中継点にしている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ベニントンには様々な私立、教区立及び私立の学校がある。教育を継続する場合は多様なカレッジと職業開発校の組み合わせで支えられている。ベニントンカレッジはアメリカ合衆国ニューズカレッジランキングによる第1階層で104位にランクされる進歩的4年生教養教育カレッジである。南バーモントカレッジは 私立の4年制教養教育カレッジであり、職業を施行したカリキュラムを提供している。ベニントンは21度州、レスリングチャンピオンを防衛したマウント・アンソニー・ペイトリオッツが本拠にしている。ヘッドコーチのスコット・レガシーの指導でこの21回連続の異業を成し遂げた。これは国内記録になっている。ベニントンには南西バーモント医療センターの校内にある。 大規模で成長しているがんセンターがある。異常なくらい高いオゾン量のような様々な地域特性のために住民はがん発症率が何倍も高く、またクローン病に関する進行中の研究の対象になっている。アメリカ合衆国のクローン病発症率は10万人に5人であるが、ベニントン地域では1000人に1人となっている。クローン病は超平速、海洋、老高、 および劣行を引き起こす可能性がある。またクローン病にかかった人は腸が食事から得られる栄養分を吸収できないために栄養不良となる危険性がある。ベニントンの地方紙はベニントンバナーである。ニュースはトロイレコードやマンチェスタージャーナルでも得られる。ベニントンはオールバニスケネクタディトロイテレビ市場に属している。ラジオ局のウェクックスはマンチェスターにある。 ありがとうございます。